時間になりましたのでスタートしたいと思います。クリエーションラインの鈴木一平と申します。これで多分3回目ですか、4回目になると思いますけれども、ドッカー社主催の、ウェビナー、今回は先日開催されましたドッカーコンのヨーロッパ、コペンハーゲンという、行ったことないんですが大変美しい街とのことです。そこで、開催されたイベントであります。アメリカで、ね、行っている、ちょっと今スクリーンのシェアを、ウィンドウのシェアをします。パワーポイントですね。スクリーンは見えますでしょうか。もし、ちょっと待ってくださいね。今チャットのウィンドウもちょっと開けといて、もし、スクリーンが見えなかったらちょっとチャットで、お願いいたします。4回目なんですけどまだまだちょっと使い勝手がよく理解できてすいません。ドッカーコンヨーロッパ、先日行われました内容についてご紹介させていただきたいと思ってます。こちら、毎回のごとくですね、非常に枚数が多くて、今回もざっといきますと、56枚ほどになりますけども、1時間の間に、この中身についてご説明差し上げたいと思っています。で、まずは、このご紹介する内容についてメニュー、画面に映っているかと思いますけれども、6つほどございます。まずはいつもスクリーンが小さいというようですので少し大きくします。これ画面をプレゼンテーションモードにすればいいんですね。画面大きくなりましたでしょうか。 OK、 ありがとうございます。6つメニューがございます。まずはいつものように毎回このイベントの最初にどっかの現状、コミュニティでの活動、あとユーザー層、どんなようなものが、半年の間、1年の間に増えたかということについて説明をします。そして今回の、6月に行われたアメリカでのドッカーコン、ごめんなさい、4月でしたね。4月に開催されたドッカーコンに引き続いてヨーロッパにおいても、ドッカーの、新しい機能、製品の発表があるんですけども、今回の、目玉はですね、ドッカーエンタープライズエディションで Kubernetes のサポートをしたということであります。これはもう巷で多分いろいろニュースで、見られている方も多いと思いますけれども、ちょっと中身をコードでご説明しますと、スウォームモードというのが Docker EE のオーケストレーションの機能でしたけれども、それと併設をして、Kubernetes のネイティブサポートをしております。したがって、開発テスト環境、なおかつ運用環境におきまして、Kubernetes を使ったコンテナ、Docker コンテナの運用ができるようになるということになります。ただし、実際のその製品の GA は来年の第一四半期ということで、3月ですかね、おそらくに出荷されます。それに先駆けて、年内にベータプログラムがスタートします。ベータがダウンロードできるようになります。ベータのダウンロードは申し込みをする形で提供されていまして、DockerCon、Docker Kubernetes と Google してスカーチしていただきますと、多分頭に出てくると思います。それで登録していただきますと、Kubernetes のダウンロードのタイミングが来たときに連絡が来るというような仕掛けになっております。非常に楽しみにしている方も多いんじゃないかと思います。で続きまして、4月の US での DockerCon に引き続いて、MTA、ちょっとややこしい英語なんですが、Modernization of Traditional Application、いわゆるレガシーアプリケーションをコンテナ化して、例えばクラウド化とか、マイクロサービス化するためのパッケージングをするということで、その戦略でございます。その技術的な戦略について改めて紹介をしております。そしてそれに付随する形で、IBM が新たに Docker 社の戦略的なパートナーとして発表されています。これは IBM の持っている想像は簡単だと思いますけれども、レガシーの資産を当然クラウドにつなげる、コンテナ化して、現代、いわゆる今時のアプリケーションと連携をさせるということが大きな目的なんですけれども、そのパートナーシップも発表されています。そして最後2つ、顧客事例として、メットライフ
そして最後はフィニッシュレール。フィニッシュってこれはフィンランドの鉄道会社です。フィンランドっていうのはあんまりよく知らないんですけれども、鉄道会社、これほぼですね、市場独占している、いわゆる国有鉄道ではないんですが、フィンランドでの鉄道バス等を運営しているかなり巨大な会社です。ここがドッカーを導入した事例を簡単に紹介しています。このような内容で約1時間ご説明したいと思いますので、先ほど申し上げましたように枚数は約60枚ぐらいを突っ走ってまいりたいと思います。では、まずはドカの現状についてのご説明です。これは4月のドカコンの内容とさほど変わってないんですが、数字が少し多くなってます。今日世界中のドカのホスト数が21,200,000個ですね、が、現在動いているという状況です。かなりの数です。でコンテナドカハブに、このドカのイメージ、コンテナのイメージがストアされるわけなんですけれども、そこに、ストアされているコンテナの数、が、のダウンロード数延べ24ビリオン、これは換算すると240億個のダウンロード数です。これもかなり数が増えているという状況です。そして、77K%、7700% の上昇と言われているのは何かと言いますと、いわゆるジョブサイトですね、monster.com とか、多数ありますけれども、そこでのどっかのノウハウを要求している募集の数が劇的に増えています。これは当然ながらコミュニティの広がりも、さることながら、エンタープライズでのやはりユースケースが非常に増えてきているという点において、この数字が、裏付けされているということであると思います。なおかつ業界標準として広くオープンソース化されているコンポーネントが2つあります。オープンコンテナイニシアティブという、これ動画ももちろん入っておりますけれども、業界の有する名だたる会社が集まって、コンテナのですね、いわゆるドッカーエンジンの部分のオープンソース化を行っております。で、なおかつ改めて新しくですね、コンテナ D と、これはドッカーエンジンのコアの部分に当たるんですけども、その新しい仕様もオープンソース化されております。このコンテナ D が、ほぼ、世界中のプラットフォームで動いているのが現状でありまして、それがある意味ではドッカーの強みというか、非常に短い年数の間に広がったというところが特徴点であります。でこれだけに広がりしていきますと、会社も、そのエンタープライズに対するソリューションの強化、当然ニーズが高まってくるわけなんですけれども、3つの重要なポイントにまとめています。エンタープライズでの導入事例、いくつもあるんですけれども、いずれにおいても3つの大きな特徴が、ゴールが達成されているというふうにまとめることができるかと思います。1つはポータビリティです。これはアプリケーション。例えばレガシーのプラットフォームで動いていて、非常に保守工数が高くなってしまっていると、他のプラットフォームになかなか移植しにくい、そういったアプリケーションをコンテナ化することによって、ターゲットのクラウドプラットフォームに移行したりとか、新たな VM に載せ替えたりとか、そういった意味でのポータビリティ、新しい時代でのポータビリティですね。それとアジリティです。これはコンテナ化という非常に軽量化されたアプリケーションの、を持って、開発、テスト、QA、なおかつプロダクションへの引き渡し、CI/CD ができるという意味においては、アジリティ、これスピードですけれども、非常に早く開発運用ができるようになるというところも達成しているゴールの一つです。そして最後、セキュリティです。コンテナ自体は、当然 OS のある一部分だけを抽出して、コンテナ化させたものですけれども、当然コード数が少なくなります。コンテナ自体のセキュリティに関する脆弱性というものは、基本的に強化されるというのがまず1点。それと小さいだけにですね、暗号化して、例えばプラットフォームからプラットフォームへ移動することも非常に容易になりますから、そういう意味でのセキュリティの確保というのも大きな達成ゴールとして認識されています。で、これらの特徴を総じて、その企業として、エンタープライズで その導入事例としてやはり一番大きなポイント、唯一にして最大な要点は何かと言いますと、やはりコストの削減です。スピード化によるコストの削減、セキュリティに対するコストを統一することにできることによるコストの削減、そしてポータビリティによる、例えばレガシーのアプリケーションの、そのメンテナンスのコストを、例えばなくすことができる。こういった意味でのコスト削減が大体平均して 50% というふうに非常に大きな数字。
で、今回ヨーロッパでのイベントでしたので、それをこういったこのコスト削減を達成しているという内容のプレゼンテーションを各社、ヨーロッパの会社を中心にして、登壇されています。非常に金融系の会社が多いのは、これは前からもそうなんですけれども、非常に目立っています。そして、どれもですね、かなり大きい金融系の会社ですので、やはり非常にフィンテックと金融系のアプリケーションでの競争が非常に激しい世の中になってますので、まあ、その中でコンテナ化することによって、例えばさらなる、例えばマイクロサービス化の達成、実践とか、そういったようなことが大きく効果として出てきている。それゆえ、金融業界の中で非常に広がっているというのがポイントかと思います。さて、少しスピードを上げていきたいと思います。もう一つ Docker でよく語られているキーワードで、ソフトウェアサプライチェーンと呼ばれております。これは先ほど そのアプリケーションをコンテナ化することにより、ポータビリティが非常に高く、非常に高いポータビリティを実現することができるということによって、いわゆるDevOps の世界でいう CI/CD が非常にやりやすくなるというのがポイントになります。ソフトウェアのサプライチェーンというのは何かといいますと、例えばある企業においてアプリケーションを開発してお客さんに対するサービスを当然それを作るわけなんですけども、その新しいサービスを誰よりも早く出せるようにする。お客さんからのニーズによって伴うそのソフトウェアの例えばエンハンス、こういったものもいち早くできるようになる。こういったソフトウェアを持ったサービスをデリバーする、その方式を改善させるというのが Docker がエンタープライズに対して提唱しているキーワードになります。でこれはいわゆるそのインターネット系のアプリに限らずですね、いろんな複雑なシステムにも使えますし、例えば IoT のようなですね、アプリケーションでも広く使われていると。それと最近非常に話題になっていますサーバーレスの運用においても、このコンテナ化が重要な要件を満たしているというふうに評価されています。で、Docker のコンセプト、もともとこのスライドは実はソロモン・ハイクスというですね、CTO のスライドの一番最初にこれ出てきているものなんですけれども、Docker の位置づけっていうのは、いろんなものの板挟みになっているということ。これ非常に簡単なコンセプト図なんですけれども、Docker のその位置づけっていうのは、開発者とそして運用管理、デブとオプスのちょうど間にいるということです。両方から見える。両方側が、両方のサイドの人が使うツールとしての位置づけ。そして上下の軸を見ますと、下にあるインフラの環境、VM、ベアメタル、OS、クラウド、何がし、こういったさまざまな環境を統合的に、その分離させるということ。で同様に上にあるアプリ、さまざまな種類のアプリケーションを、統一した、その仕様を持って、複雑な、多数のインフラ環境で動けるようにする。そういったある意味ではミドルウェア的な発想でありますけれども、ちょっと概念がちょっと違うんですけれども、そういった間に立つ役割を持っているというのが Docker のコンセプトです。で当然いろんなものの間に挟まれているという点、3つの重要な要件を守ることが Docker の DNA として働いています。1つは独立性です。特定のプラットフォーム、特定のアプリケーション、特定のユーザーにこのリンクされていない、独立であるということが非常に重要な、それゆえオープンソースであることの意味合いも当然あるんですけども、それが2つ目につながっていきます。オープンであるということ、誰もが例えば改善しようと思ったらできるようにするというオープン性ですね。それとシンプルであるということ、ややもすると非常に複雑なシステムになりがちなんですけども、多数なプラットフォームをサポートするにしても、それをいかに単純化させるかということも重要な要件として、DNA としてこれ深く根付いているものであります。さて、この Docker のそのコンポーネントをもうちょっと細かく分けますと、図に示してある4つの要素になります。一番下に流れているのは Docker エンジンのランタイムエンジンですね。コンテナのランタイムエンジンと呼ばれるコンテナ D というコンポーネントです。これは先ほど冒頭に申し上げましたように、オープンソースとして公開されております。でガバナンスも、Docker ではなく公開された世界で、運用されています。その上にあるのは、そのさまざまなコンテナランタイムを複数のものをオーケストレーションする部分です。Docker EE の製品として出ているのは Swarm になります。Swarm モードと言われますけれども、これが、2つ目になります。でさらに、その上に、この複数のコンテナを運用するためのツールがございます。Docker のコミュニティエディションというのは、主として開発向けのツール、LINE モードでね、Docker 何がしというコマンドが、もう知っている方多いと思いますけれども、
そのコミュニティエディションが開発者のツール、ここまでがオープンソースです。で、4つ目の要素として一番上にある Docker Enterprise Edition、これは商用化された製品になりますけれども、運用管理者のためのツールです。全体の状況を、健康状態等をですね、監視、バックアップ、トラブルシュート等をするためのツールになります。この4つによって構成されているのが、まあ、Docker というものの蓋を開けた姿になります。さて、それぞれ非常に大きな特徴を持っています。一番から参りますと、この Docker Enterprise Edition、まあ、日本語でこれ英語をちょっと直訳した内容なので若干読みにくいんですけど、最も優れた統合的コンテナセキュリティ&管理を提供するツールということで、セキュリティを守りつつ、さまざまなプラットフォームで動いているコンテナを統合的に管理をして運用をすると。その下にあるコミュニティエディション、2番目、最も優れたコンテナ開発ワークフローのツールであると。まあ、ユーザー数が非常に多いということで、そこは証明されているかと思います。さて、3つ目の層、オーケストレーションの層になるんですけど、ここが一番大きく変わったところです、今回。絵にが書いてありますように、Kubernetes が同じ、SOAM と同じレベルに挿入をされています。Kubernetes の直接サポートというか、ネイティブサポートですね。要は Kubernetes のソースコードをそのまま改変をせずに入れているということです。Kubernetes の Bear の API。そしてさらに Kubernetes の周りに最近非常に増えているエコシステムですね、さまざまなツールも、デフォルトでサポートするということを前提として Kubernetes がサポートされています。で、それを、運用するエンジンとしてコンテナ D が両方から管理ができると。これが今回の、まあ、変化ですね。で、それをその一つフローとして見せますと、PC 上の開発はどっかのコミュニティエディションでダウンロードして自由に開発して、でこれは Windows と、MacOS の両方をサポートしているわけなんですけれども、従来は SOAM しかなかったツールが Kubernetes でも、テスト、実施等ですね、オーケストレーションができるようになると。なおかつ、お客様の方ですでに、まあ、SOAM で実装していたりとか、あとは Kubernetes で運用しているプラットフォームというのもあると思いますけれども、そういったところでの両方でのサポートができるということ。例えば、Swarm で開発をして、テストをして、そしてデプロイは Kubernetes の環境にあるということも可能になります。こういったクロスエンバイロメントの中で運用できるというところが、今回の Kubernetes のサポートで非常に重要視したところです。非常に努めて言ってたのは、その中途半端なサポートはしないと。それと、その、変にその、フォークアウトしたようなサポートではなくて、必ずネイティブサポートに徹するということで、非常に、これはデモをなんかいくつか見せてるんですけども、非常にそこを強調している面がありました。で、少し今度はマーケティング、キーワードが登場してくるんですけれども、この企業、特にこれ、エンタープライズ向けに対するメッセージが中心になっておりますので、このスライドも実はそういう目的なんですけれども、その、レガシーの資産ですね。企業にとってイノベーションをしなければならない。誰よりも先に、まあ、新しいサービスを開発して世に送り出さないといけない。誰よりも早く、例えば、新規サービス、誰よりも早くお客さんの要望を吸収して、それに相対する要望を反映した、例えばサービスを展開する。ということが企業として非常に重要なニーズ、競争力を高める、まあ、ある意味ではマーケットに生存し得るための条件になっているわけなんですけれども、さて、それと、まあ、反面、その IT コストの内訳を見ると、じゃあそのイノベーションにそのコストが使われているかというと、現状はやはりレガシーなアプリケーション、その8割のコストというのは、例えば古いメインフレーム、オフコン、さらに古いのミニコン、ね、いろいろ世の中昔ありましたけれども、あと非常にバージョンの古い .NET の環境等ですね、その簡単にはクラウド化しにくい、あとその実際にメンテナンスしている人間も実は会社にもういなかったりするといったですね、もう手のつけにくいアプリケーション、こういったものを維持するためのコストが全体の IT コストの8割を占めているというのが、イノベーションを阻止する要因ということで大きく問題視されています。どこかそこに着目をしています。で、エンタープライズのニーズ、こういったレガシーのアプリケーションをじゃあクラウド化する、もしくはもうちょっとあのコストの安いプラットフォームに持っていくことができれば、せめて、そこのコストを削減することができるんですが、それをやるために、まあ、クラウド化という動きも大きな、まあ、潮流となっております。
特にこの黄色い棒グラフと青い棒グラフ見ていただきたいんです。これは去年と今年の比較であります。特に顕著なのはハイブリッドクラウドの活用です。そのレガシーのプラットフォームは維持しつつも一部を新しいクラウド上で運用すると、要するに古いものと新しいもの両方運用し続けなければならない環境が増大しているんですね。で、それがこの 39% から 50% に上っているということのゆえになります。それと相対して例えば右から2つ目になりますけど、プライベートクラウドの構築っていうのはどんどん減っているのが現状です。パブリッククラウドが市民権をいよいよ得てますので、プライベートクラウドで何かをずっと構築し続けるというよりかは、思い切ってオープンなのかどうかはちょっと別として、非常にコスト的に運用が将来性もあるパブリッククラウドに持っていくという動きがハイブリッドクラウドの要因だというふうに理解しています。もう一つ、ポータビリティに続いてアジリティ、スピードですね。スピードを止めている要因というのは、要するにスピードを高めるということは何かというと、新しいサービスのリリースの回数になります。で、これもインタビューを通して、これ CIO インサイトっていうですね、インターネットサイトが調べた結果なんですけれども、リリースの頻度が年に6回、要するに2ヶ月に1回のリリースすらもできない会社というのが全体の半分を超えているという状況です。今日の CI/CD の世界においては、1日に、例えば Google とか Facebook の話なんかをまあよく聞きますと、1日に何十回もリリースをすると。CI/CD というのはそれぐらいの頻度でなければならない。一方、レガシーのアプリケーション、先ほどの8割のコストがかかっている世界というのは、2ヶ月に1回やるのが精一杯というようなのが現状であります。これもスピードを下げている大きな要因になっています。一方、このスピードを上げなければならないという使命感を持っている会社というのは、全体のこのインタビューした会社の8割近くを占めているということで、この現実と希望しているニーズ、ゴールの差ですね、この差が非常に大きいということが表れています。セキュリティにも、大きな課題があります。このレガシープラットフォームからクラウドに持っていくための労力、これ並々あるものありますけども、そのセキュリティのレベルを維持しつつパブリッククラウドで例えば既存のアプリケーションを運用するというのは非常に難しいのが現状です。で、当然それを効果的にできるかどうかということも、ノウハウとしてなかなかない状態でクラウド化を急がされている中では、このセキュリティへの懸念がどうしてもクラウド移行を遅延させていると。クラウド化しにくいという理由の多くが、6割がセキュリティに対する懸念があるから、例えばパブリッククラウドに持っていけない。こういうようなことが多く登場しております。これらのこのクラウド化できない、もしくはモダナイズできない問題を解決しようとしているのが、先ほどの MTA と呼ばれるモダナイゼーション・オブ・トラディショナル・アップ、そのレガシーアプリケーションのモダナイズのプログラムであります。Docker として推奨しているのは、POC のプログラムです。私どものクリエーションラインでもですね、この POC のプログラムをすで、に開始しております。で、いくつかですね、非常に日本ならではの当然 IT の環境がありますから、そういったものに合わせる形で米国で開発されたものを導入しておりますけれども、POC という形で提案させていただいております。3つの段階を持った POC になります。これが右側の絵にあります。3つの輪によって表されておりますけれども、最初の輪、これ既存のアプリと書いてありますけれども、Java のアプリとか、Microsoft であれば .NET のアプリ、こういったレガシーのアプリケーション、まずターゲットとなるアプリケーションを1つ選定をいたします。だいたい最初はやりやすいアプリケーションです。非常にそのクリアな 3Tier アプリケーションの構造を持っているものを選択するケースが多くなります。これが第一段階ですね。次の段階は、それを Docker の上でコンテナ化する作業になります。そのアプリケーションをコンテナ化するという、これは Docker の コマンドで実施するわけなんですけれども、それを行うことによって、Docker 上でコンテナとして運用できるようになります。で、3つ目のステップが、モダンなインフラへの移行、括弧クラウドと書いてありますが、別にクラウドに固執する必要はありません。ある特定の VM でも構いませんし、あと、例えばあるベアメタルのファームを持っていれば、そこの上に移行するということもありです。こういった、モダンなインフラに移行をして、
当然ながら同会でその運用管理をするということ、例えば、複製化、レプリケーションをしなきゃならないとか、トラフィックが多くなったときに多重化をさせるとか、あとは、さまざまなところからデータを引き込んで、複合データマネジメントをするとか、さまざまなその運用の方法が出てくるんですけれども、もう一つ考えられるのは、こういったモダナイゼーションされたコンテナを、一旦クラウドのインフラに持っていった上で、そこからゆっくり時間をかけてマイクロサービス化していくと、まあ、アプリケーション分割していく動きですね。こういったようなこともできるようになると。重要なポイントは一番上になるんですけども、ポータビリティ、アジリティ、セキュリティ、この関わる3つの問題を基本的に解決するということをゴールにしています。で、工数も5日以下に、5日以内にこのすべての工数が終わるような POC を提案いたします。で、もう一つ重要な要件は、そのアプリケーション自体の創作に一切変更を言えないといった変更が入りますと、作業が多く発生しますので、アイロ事故も多く発生しますので、基本的にソースコードは変更なしで、この3つのステップを通して、コンテナ化して、かかるターゲットのクラウドに移行するということを、行うのが POC プログラムの中身になります。で、これ先ほどのちょっと資料のちょっと繰り返しになるんですけれども、ハイブリッドクラウドの対応ができるようになることによるポータビリティ、運用のスピードを2倍、これはコンテナ自体が従来のアプリよりずっと小さくなりますし、1つの VM の上で多重化させてできるようになりますので、その運用のスピードが倍になる。セキュリティにおいては統合的な管理、これは今までは別々な環境のそれぞれのアプリケーション、それぞれの OS のセキュリティロジックに基づいて、複数のセキュリティポリシーを管理しなきゃいけなかったものを、Docker が提供する統一したセキュリティポリシーで、すべてのコンテナを運用できるという意味では、ここでいうセキュリティの統合的な管理という意味になります。これによって IT 運用コストを最大 50% 削減するということが見えるようにするためのPOC であります。先ほどそのクラウド化させた後の次のステップがいくつかあるというふうに申し上げましたけれども、本質的にはこのモダナイゼーション MTA のプロジェクトというのは5つのステップになります。先ほどの最初の POC で達成する3つのステップに引き続いて、コンテナ化されてクラウド移行できたアプリケーションを今度は運用管理 CI/CD 化できるようにします。改変を加えてすぐさまリリースができるようにする、テスト、QA 等ですね、を非常に短期間の中で構造的にできるようにする、ジェンキンズとかシェフとか、あとはさまざまな DevOps のツールがありますけれども、こういった運用を通して、CI/CD のプラクティスを企業の中に導入するのが次のステップになります。なおかつ、さらなるイノベーション、ここから先、アプリケーションの中に手を入れていきます。大きなモノリスのアプリケーションを、例えば Java の巨大なアプリケーションを少しずつ分解をしていってサービス化していきます。そのマイクロサービス化することによって、で当然ながらその分割されたサービスはすべてコンテナとして運用されますけれども、それをすることによって、さらなる、例えばスケールアウトの非常にその伸びしろの多いアプリケーションという言い方をしますけれども、そういうアプリケーションに変えていくことができるというのが最終的なステップになります。その POC からプロダクションに持っていくステップ、これはさらにこの POC が成功したということが証明されますと、そのターゲットとなった一つのアプリケーションでのノウハウを生かして、企業が持っている残りのアプリケーションに手をつけていこうということになります。一つ成功事例を作れば、次にそのノウハウを使って、例えば同じ部門の中での他のアプリ、他の部門に対する啓蒙活動として広げていく、段階的なイノベーションを行うところができます。で、既存の環境を運用、継続するという考え方もあるんですけども、残しとくものは残しとくという発想もあります。で、例えば3ティアのアプリケーションで、非常にそのレガシーのデータベースで、まだコンテナ化しにくいものも当然出てくるかと思います。データベースはレガシーに置いたまま、例えばトラフィックによって一番影響を受ける、アプリケーションサーバーの部分をコンテナ化して、クラウドに持っていくといった、ちょっと分割したやり方もあるかと思います。で何にともあれ、非常に重要なのは、この POC を通して、お客様が主導権を持ってですね、どうやったらモダナイゼーションができるかということを考えながら進めることができるというところが重要なポイントになります。したがって、この POC というのは非常にそのコンサルテーション色が強いアプローチでありまして、なんかツールをインストールして、ボタンを押したら、あっという間にコンテナができるということでは決してなくて、
どのような計画でやっていくのか、それによって得られる効果がどれだけなものなのか、定量的に測る方法は何かということを常にお客様と議論しながら、ゴールを一つ一つ達成していくというのがこの考え方になります。で、それをもうちょっと複雑な絵にしたのがこちらになります。モダナイゼーションのワークフローというのが一番上の段に書いてありますけれども、まずターゲットとなるアプリケーションを見つけて、それをコンテナ化して運用開始すると。これが最初の MTA の POC で提供される3つのステップですね。で、その後、そのテスト QA を行って、実際に出来上がったコンテナのイメージをプロダクションで運用開始をすると。で、そこまで持っていきますと、じゃどれだけの効果が出たのかということを計測できるようになるかと思います。例えばお客様から来たクレーム、バグ、修正要求等、エンハンス要求等を一体どれぐらいのスピードでぐるっと回して再リリースができるのか。従来3ヶ月、4ヶ月かかっていたリリースプロセスを、例えば現実的にどれぐらいの短さに変えることができるのか。というようなことを計測をいたします。その定量的な計測をすることによって、非対効果を算出することができるかと思います。当然ながらそれを実現するためのツールが下のレイヤー、モダナイゼーションの基盤としてありますけれども、Docker をはじめとしたさまざまな CI/CD 向けのツール、対象となるプラットフォーム、当然ながら企業として持っている、いろんなこの運用上のポリシーですね。CI/CD 導入しますと多く出てくるのは、よくこの会社のソフトウェアのリリースのポリシー自体を変えなければならないというケースもよく出てきます。例えば不必要な待ち時間、不必要な承認を取るためのプロセス等も CI/CD を改善するための一つの手法になりますから、これって特にその技術的な何かツールを入れたら改善できることではなくて、会社の承認プロセスの改善ですね。こういったあたりはガバナンスにも影響してきます。だからそのソフトウェア的なソリューションもあるんですけれども、会社のそのルールですね、メンタル面での改善も非常にこの重要な要件ですので、これを含めてこの POC を通して議論していく形になってきます。で、これらを複数のアプリケーション、まずは最初に成功したものを今度順次展開していくわけなんですけれども、どのアプリケーションを先にやっていくのか、関連するアプリケーション、当然コンテナ化していきますと、共有できるリソースも出てくるはずです。そういうようなことを考えながら、当然ながらそれによって、必要なツール、プラットフォームガバナンスの変更も加えていくというのが、このモダナイゼーションの基盤です。ここまでいきますと、お客様はほぼ自分で、これの運用ができるようになってきます。で、これが次につながってくるんですけれども、自分のペースでこういったイノベーションができるようになる力になっていくわけなんですね。従来のように IT のソリューションというのは何かあるソフトウェアとかハードウェアを入れて、それを使うことによって何か生まれるというのが通常の考え方なんですけれども、その Docker によるコンテナゼーションというのは少し概念が違っていて、むしろそのツールはある非常に明確となっているゴールを達成するための道具でしかなくて、ツールを入れることが決して目的ではないんですね。で、ここで上がっているいくつかのこのグレーの箱が、例えばその目的として明確になってくるというふうに、まあ、今上がっているいくつかの顧客さんの事例なんかはこういうのが多いんですけども、例えばクラウド移行のプロセスとして、クラウドに単にレガシーのアプリケーションをドンと、例えば Azure もしくは Amazon Web Service とか Google に載せるだけではなくて、その中の構造も運用しやすくする、やはりクラウドならではのですね、アジリティを持ったアプリケーションに変えていくということを非常に重要視しているお客さん多いと思うんですね。それを現実的にやるというのが、例えばこの MTA のアプリケーションで達成できると。先ほど何回か登場しました、マイクロサービス化も同じです。ものによっては現状維持のまま運用するものもあります。例えば非常に古いコボルのアプリケーション、もうソースコードに手を入れたくないようなもの、おそらくいっぱいあると思いますが、それを少なくとも、もうメンテナンス期間が切れて何ヶ月か経って、何年か経っている古いオフコンで運用するのではなくて、コンテナ化してクラウド上で運用すると。そのようなことで現状維持でも、安く運用できるようにするというのも一つの目的だったりします。これもお客さんにとってはイノベーションの一つの方法なんですね。お客さんに言ったらサーバーレス化をしたいとか、あとアプリケーションリファクタリングをしたい。昔流行った言葉ですね。機能強化をするために、やはり新しいプラットフォームで機能強化をしていきたい。さまざまなイノベーションの可能性が広がってくるんですね。
で、それをするための道具としての同化、その道具としての MTA という手法、こういうふうな考え方でぜひ見ていただければと思っています。で、これでちょっと次のプログラム、ステップに移りますけれども、IBM が新しい MTA のプログラムパートナーとして登場しております。いくつか、この発表と同時に、提供開始されているものがあります。一つは IBM のソフトウェアが、Docker ストアから提供されるようになりました。コンテナ化されているものですね。DB2 とか、あとは、WebSphere とか、名だたるですね、Web 系のアプリケーションを作るために重要なコンポーネント多いと思いますけども、これあたりが、コンテナ化されて、すでに提供されております。で、Docker EE の IBM クラウドでのサポート。昔ソフトレイヤーと呼ばれていますけども、最近もう呼ばなくなりましたね。ブルーミックスソフトウェアは統合されて IBM クラウド、この IBM クラウドの上で Docker Enterprise Edition がサポートされるということも発表されています。なおかつこの MTA のプロジェクトの展開は、IBM グローバルサービス、SI、のコンサルト SI の部門ですね。あと IBM クラウド、そして IBM ワトソンの3つの部隊が MTA を推進するということで発表されています。当面この Docker ストアから提供される製品は DevSphere MQ Gateway、Liberty と DB2 Developer C とあと DB2 Warehouse ですね、これなんですかね、データウェアハウスのツールですかね、これあたりが、Docker Certified コンテナイメージとして提供開始されています。要するにこれを使っているアプリケーションは、まるっとコンテナ化することができるということですね。で、IBM のサイトにも、Docker に関する情報が非常に増えております。で、これがその画面の例らしいんですが、いろいろトライアルなんかも提供されているとのことです。そして、いくつか絵が続いておりますけれども、で、IBM が新しいグローバルなパートナーとして、すでに MTA の提供を発表している4つの会社に加わって合計5つになっています。マイクロソフト、あとマイクロソフトの大手の SI であるアバネード社、あとシスコですね、シスコの中にあるコンサルの部門ですね、それとヒューレット・パッカード・エンタープライズ、HPE、それとアクセンチャー、この4社がすでに MTA を春から提供開始しておりますけども、ここに新たに IBM が加わったということで、これ横並びに見てみますと、非常にその、まあ、いい意味でのですね、レガシーのアプリケーションを長年、維持、してきた会社が、まあ、今度クラウド化ということですねに向けて Docker を選んだということだと思います。さて MTA のロードマップ、まだまだこれは、今年、まあ、去年の冬ですね発表されて、で今年、まあ、事例がいろいろ出てきた中で、いくつか、エンハンス、今後エンハンスしていく、キーワードが登場しております。一つはサポートする言語の拡張です。C、C++、あとさまざまなパッケージアプリですね、古い昔からあるパッケージアプリのコンテナ化を Docker ストアから提供するという動きも増えます。あえて COBOL という言語を挙げています。これ多分 IBM との絡みも多分あると思うんですけれども、こういった古いアプリケーションに目を向けているというのも MTA の非常に大きな特徴だと思います。そして自動化のツール連に関しても、ディスカバリーをする、サービスのディスカバリー、あとさまざまなリソースのディスカバリーをするためのツール、依存度のマッピングですね、これマイクロサービス化していきますと、何が何に対して依存度を持っているのかということを、モニターして監視していく、そんなツールが必要になってきます。こういったような機能を今度提供すると。あともうちょっと明確な ROI ですね、MTA を導入することによって、どれだけのコスト削減ができるのか。例えばその VM の数が減るとか、まあ、事例の中で多く登場しているのは VM の数が減るとか、ライセンスが必要となる OS の数が減るとか、まあ、当然ながらクラウド化しますからハードウェアのコストも減るとか、こういった目に見えるものもあるんですけども、あともう一つはやはり生産性なんですね。その早くソフトウェアがデリバーできる、その生産性の向上をどういうふうに数値として表すのか、これについてはまだまだその実績を残しながらですね、実績を見ながら数字を出すような方法論ということについては、検討していくとのことです。で、この Docker プラットフォーム、Docker EE に代表される、サポートされるプラットフォームは、クラウド VM、ベアメタル、あと IoT の世界でいうエッジデバイスですね、こういったものをすべて同じ API でサポートするということが、まあ、当初からのポリシーでありますし、MTA においても、
共通したいわゆるハイブリッドクラウドを提供するための重要な役割として見ています。でそこに乗っかるのが MTA でコンテナ化されるレガシーアプリ、あとさまざまなそのクラウドネイティブなものですね、マイクロサービス、ISV、あとオフ・ザ・シェルフソフトウェア、サーバーレス環境で開発されるアプリケーション、IoT、ビッグデータ、うんぬんかんぬん、さまざまな最近のですね、多く登場しているアプリケーション、すべてこの Docker プラットフォームの上で統合的にサポートできると。あと、何度も繰り返しになりますけども、その統一したセキュリティポリシーで、これらの従来バラバラにやらなきゃいけなかったものを、統一したセキュリティポリシーで管理ができるということも、大きな特徴点という。まあ、大きな Docker を導入する大きなメリットだというふうに見ることができるかと思います。でこれはちょっとまとめになりますけれども、短期間で成果、段階的な進化で、パートナーの協業ということで、この3つの要件、今後もどんどん進化していくと思います。 docker.com/mta というリンクがありますけれども、このサイト行っていただきますと、かなりこれ日ごとに中身が変わっていくんですけれども、見ていきますと、その成長ぶりが見えてくるかと思います。さて残り18分程度の間に2件の顧客事例のご紹介をしたいと思います。メットライフ、これは US 側のイベントでも発表されておりますけれども、 US 側ですね、4月に行われた発表というのはどちらかというと POC の世界で、あるアプリケーションを選定して成功したという内容なんですけれども、今回はそれがさらに一歩進んでですね、企業のそのメットライフの中のアプリケーション開発ポリシーとして非常にこの MTA というか Docker の技術がですね、広まり始めたというのが今回の発表の内容です。で、単純な会社紹介ですね、今年だったかな、来年でしたっけね、創業150年を迎える会社です。おそらく保険会社の中でも多分一番古い会社の一つじゃないかと思います。企業も多くて、5億ドルの資産投資、630億ドルの売上、非常に規模の大きい会社で非常に幅広い保険を提供していると。で、どっかこのオースティンですね、4月のイベントでも発表したということを言ってるんですけども、それを今後どんなふうに今姿になっているのかということで、従来前回は実験的に行った POC のプログラムは味を占めてというか成功を、定量的な成功を見ることができたんで、本格的な導入をしたというのが今回の内容です。ステップは以前と変わらず、ターゲットとなるアプリケーションを見つけて、DockerE でコンテナ化して、そしてクラウドに持っていく。これ具体的に Azure のプラットフォームに持っていってるんですけども、右側にあるのがそのプレイヤーになります。ターゲットクラウドが Microsoft の Azure。で、Docker Enterprise Edition をプラットフォームとして使って、そのコンサルテーションサービスは、Avanade 社が行うと。といったチームでやってます。で、MTA の POC。今回その紹介するのは、その中の一つのアプリケーションです。Do Not Call Opt Out アプリと呼ばれます。これ確かリンク、サーチするとですね、これ出てきます。で何をするかというと、そこに自分の電話番号を登録をすると、メットライフから、例えば新規のサービスの売り込みとか、新規の商品のですね、紹介とか、そういったものを紹介しないでほしいという意思を示すことができるんですね。そうするとメールとか電話がかかってこないという非常にシンプル極まりないアプリケーションなんですけれども、これを、やっぱり昔からあるアプリケーションの一つ、もう電話でずっとお客さんを追いかけてた時代から使ってたアプリケーションなんですけれども、それは非常にレガシーなプラットフォームで動いていたと、これを選定しております。非常にその顕著なのは、それをコンテナ化するのに1日でできたということ、そしてコンテナ化に必要な技術、Docker1 本でできてしまったという点です。それだけ古いアプリケーションでありながらも、非常に簡単に短期間の間でできてしまったということが、ある意味じゃ彼らにとってもですね、非常に驚きだったんですね。それこそ古い、例えば2003の .NET で動いてたアプリケーションを、例えばクラウドに持っていこうというようなプロジェクトが立ち上がったとすれば、やはり非常に工数のかかるプロジェクトになっちゃうんですね。それとなかなかわからない部分が多いと。それをコンテナ化することによって1日でやってしまったというのがポイントです。そのアプリケーションが一つ事例として挙がってるんですけども、現在彼らが持っているアプリケーションは593個
あるとのことです。これはアメリカでの事業のみですね。アメリカの事業のみで593個のアプリケーション。これは全世界の運用されているアプリケーションの約1割に相当するとのことです。この593個のアプリケーションに対して MTA を導入、するというポリシーがもうすでに動き始めているんですけども、これを達成できたとしたときに、その具体的に数字として何が現れるかということが下のところに書いてあります。まず VM の数、コンテナ化することによってアプリケーションのサイズがものすごく小さくなりますので、それとマルチテナント運用ができますから、VM の集約化ができます。この絵では 70% 削減となっています。約4分の1近くまで持っていっちゃってるんです。当然ながらその下で動いているハードウェアも減ります。約3分の1に減って、コア数が3分の1に減っています。そして当然集約しますと CPU の利用率が高まりますから、それが10倍になると。従来例えば 5、6% だったのが 60% まで持っていけると。これだけの節約、これいわゆる生産性は横に置いて、物理的なコストだけを拾い上げますと、それだけでも 66% のコスト削減が達成できるというのが、メットライフのドッカーの導入による効果というふうに説明しています。これ前回の実験的に使ったというプレゼンテーションから比較しますと、非常にこれ大きな跳躍なんですね。やはり非常にその目に見えるようになってきたというのが、今回のプレゼンの内容になります。ただしこれ一夜にしてできることではなくて、やはりその成功の法則っていうのがあります。一つは目標の設定は小さく生む。やっぱりまず最初にシンプルなアプリケーションを見つけて、それをコンテナ化することによって、そのノウハウで今度次にもうちょっと大きいものに持っていくと。やっぱ段階的な成長ですね。そしてアセスメントに関しては、そのターゲットアプリを選ぶにあたっては、やはり ROI の大きいターゲットアプリを選びたいということですね。あまり効果がないものは、それはやってるノウハウがたまりますけれども、やはりどうせなら効果のあるもの、ROI、集約度の高いものですね。そういうものを選ぶということをポリシーにしています。それとチーム作り、先ほど途中でもちょっと申し上げましたけども、これツールを入れてボタンを押したらツッと出来上がることではなくて、やはりその開発に対する考え方、運用に対する考え方、そして開発と運用部門がどうやったら協業できるかということを考える非常にいい機会になるんですね。で、それをその選択的に進められるチームというもの、小さいチームではあるんですけれども、まずそこで積極的に進めるということが重要なことです。会社全体にさあやれっつって全従業員に展開するのではなくて、やはりまず先行的に動くチームを作るというところがポイントになっています。そして既存のオペレーションも上手に活用すると。例えば QA とかリリースのプロセスなんかでは、レガシーのものを使ったりとか、レガシーのものって何かって言いますと、例えば、コンプライアンス等のですね、チェックなんていうのは、例えば場合によっては、昔ながらのですね、マニュアルな方法をやるとか、あと専門の部門がいたりしますから、そこのインフラストラクチャを使うとか、必ずしも全て自動化をするべきではなくて、既存のオペレーションも上手に活用するということも常に考えながら動くと。ただその一つの成功、二つ目の成功、三つ目の成功、これを小さいサイクルの繰り返しをずっと継続的に続けることによって、最終的に大きなゴールの達成。大きなゴールというのは、先ほどのスライドにありましたように、66% のコスト削減を対象となる593個に及ぶアプリケーションで実現するということになります。こちらがそのメトライフの Docker プラットフォームです。こちらは、さして目新しいものはありません。Docker が従来から提唱している3つのステップ、ビルド、シップ、ランと、開発をしてリリースをして運用するという3つのステップにおいて、Docker がどういう役割を持っているかということが絵に描かれています。これはもう昔からある資料ですので、そんなにさして難しい内容ではないと思います。ただ、前から同じように、重要なポイントは、この左から右に移っていくプロセスにおいて、セキュリティは非常に重要な要件です。でセキュリティのスキャンをする、デジタルサインをする、脆弱性のチェックをするという3つのセキュリティのポイントは常に走りながら、どこかで問題が起きたらその場で直して、運用する段階においては、全ての問題は解決されているということを、この Docker EE が責任を持って行うということも、この設計上のポリシーになっています。さて次の事例、あと残り10分でご説明します。VR グループと呼ばれる会社です。これは、フィンランドの鉄道部門です。鉄道事業会社です。でこの会社に対して、MTA を導入した SI はアクセンチャーになります。
この2人が登壇して説明をしております。こちらも、そこそこ大きい会社です。 11.867 億ユーロが総売上、公共の鉄道に加えて貨物、あとさまざまなこの運行管理をするためのですね、IT システムが非常に発達している会社なんですね。それはその運行管理のみならずメンテナンスとか、さまざまな範囲、広い範囲のですね、IT が、この VR という会社の重要な、付加価値であるということです。列車の数、バスの運行等ですね、非常に多いですね。さて、このアクセンチャーとですね、VR 社、VR 社の一部門である、鉄道部門であるフィニッシュレール社とのパートナーシップっていうのは、遡ると1993年、メインフレームのアプリの時代からずっと脈々と続いてます。もう典型的なパターンです。もう古いメインフレームのアプリがあれば、C が導入されて、C++ が導入されて、そしてオンライン化が始まって、そしてなんか SOA というコンセプトが入ってきて、サーバークライアントの世界が入って、モバイルが入ってきて、で、今はクラウドですね。ウェブアプリの登場ですね。こういったふうに段階を経て、で、今日の姿、蓋を開けてみると、それの、メルティングポットですね。もうメインフレームもあれば、オフコンもあれば、ウェブアプリもあれば、Windows の環境もあれば、クラウドアプリもあるという、そういった混在環境をアクセンチャーがずっと長年付き合っていく中で、それを MTA を通してコストの管理、それともう一つはこういった新しい、特にレガシーのアプリに関するエンハンスの遅延ですね。これを解決するための、ソリューション。そして、ソフトウェアの品質、を維持するだけではなくて、世の中の例えば、法律が変わったりとか、あとは、ある運行によっては、例えば非常にトラフィックが増え、利用する人が増えるためにですね、そのソフトウェアの運用、今までのインフラでは、要するに耐久性がないと。それをスケールアップするとは言っても、アプリケーションが古いんでスケールアップがしにくいと。そうしますと、その品質の低下に伴う問題、これをなんとか解決しなければならないということが、ドッカーエンタープライズエディションを導入した要因となっています。で、ここからはちょっと概念的な中身なんですけれども、非常にその彼らが取った道っていうのは、これもちょっと言葉を変えながら、実は同じことを何度も何度も申し上げているんですけれども、そのドッカーを導入することによって、答えがポンと現れて生産性が上がる、メトライフが言ったみたいに 60% 削減できるということでは決してなくて、やはりそのソフトウェアの運用に対するガバナンスの考え方、ソフトウェアの開発、そしてあと運用する人たちがどういうふうに協力すべきか、まあ、その DevOps の考え方そのものですね、その DevOps の考え方そのものを導入するというような、いわゆるメンタルな部分、企業の文化に関わるもの、ここでは経営層も巻き込んでと書いてあるんですけれども、経営層も巻き込んでビジネスモデルの策定、戦略の推進、これ企業の改善の一つのステップなんですね。で、その結果として必要なツールとして Docker Enterprise Edition があるということです。だから Docker を導入することが全てのゴールではなくて、実は結果として来ているというふうにやはり見るべきだと思います。いろんな難しいことをこれ書いてるんですけども、結果的にはやはりそこが非常に重要で、で、この会社も選んだ道っていうのは、エンジニア集団が、例えば Docker EE を入れて、あるゴールを達成して、で、よかったっていうことではなくて、やはり経営層も入れて、これ会社のもうちょっと抜本的な改善にどう役立てることができるかということを、十分議論しながらやっていたっていうところがポイントになるんじゃないかと思います。1、2、3と続いてありますけども、まあ、1と2というのは非常に技術的な根本の要素なんですけど、やはり3つなんですね。3つ目ですね。運用コストの改善にも続いて、さらなる投資戦略を策定。その1回成功した事例が起きたときに、じゃあ次どれだけ投資したらいいのか。その引いたい効果というのは、その VM の数がいくつ減ったとか、ハードウェアがいくつ減ったということだけではなくて、どれだけ生産性が上がったかということをやはり見ていかなければならない。これは経営も入れていかないといけないし、当然それをきちっと計測できないと投資戦略も考えられないということになります。で、アクセンチャーが独自に、編み出しているアクセンチャーコンテナマイグレーションファクトリーというそのコンテナ化する工場を作りましょうというアプローチになります。で、コスト削減を最大化するためのベストプラクティスをまず、お客様と一緒に議論していくということですね。
そして、新しい技術を新しい手法も入れますし、組織の改変もこれ伴ったりしますから、リスクをできるだけ少なくするということも重要な要件ですから、これについても十分な議論をすると。右上に行って、スキルセットの活用。全く新しいものをやるんではなくて、やっぱり既存のノウハウもうまく活かさなければならないと。ただ、それもコンポーネント化して、うまく利用するということですね。一箇所で蓄積したコンテナ技術ノウハウを他の部門でも活用、アプリケーション、ランドスケープを全体に浸透するということですね。そして、再現性の徹底。これが非常に重要で、うまくいったものは、きちっとそのノウハウを明確にして、他のところでもコピペのようにですね、再現できるようにするということ。それによって、1回の成功を効果的に外に広げていくということですね。で、それをやっていた中心チームがおります。これを移行チームと呼んでます。メットライフでも、先ほどちょっと紹介しませんでしたけども、モッドスクワッドって言いますよね。ある特別チームを作って、そこは先行的にこのコンテナ導入の、投資を、まあ、技術的な検証、そして実際に実行を行っているんですね。で、そこが先導を切ってやっていく中で、どっかの移行のフレームワークをインフラとして作って導入しています。現時点では3つのアプリケーションで POC を実行していて、実施をしていて成功を見ています。で、今後より多くのアプリケーションを手掛ける計画と。で、VR チーム、VR というのは会社の名前ですね。VR 社の中のチームと連携して、VR という会社の中での運用ができるように、会社の中でのトレーニング、非常に活発にやっております。で、これによって、コストの節約、そのハードウェア、ソフトウェアのみならず生産性という意味においても 50% 以上の節約ができたということ。さらに、初めてこのメインフレームからオフコンから何から何まで複数のプラットフォームにおいて統一されたアーキテクチャを実現できたと。これ非常に大きな達成なんですね、おそらく。まあ、こういった統一アーキテクチャをするということも、まあ、コストの削減に当然直結しているわけなんですけども。それとアプリケーションに対する新しい開発手法、非常にアジャイルでマイクロサービスベース、クラウドネイティブなアプリケーション開発手法をデフォルトで導入することができたと。すべてのアプリとパートナーに対する統一した運用手法、これ子会社もいっぱいありますから、子会社に対する例えば IT サービスの提供の仕方も統一していくことができるということで、単に VM の数が減ったということだけではなくて、やっぱり会社での開発の仕方、それに伴うサービスの向上等ですね。大きな効果を生んでいるというところになります。以上、合計56枚のスライドでしたけれども、今回のドッカコン EU ヨーロッパでの発表内容、キーノートの、約2時間半行われた内容をぎゅっと1時間内に、収めました。以上になります。ご清聴ありがとうございます。